ルセーナは、スペイン・アンダルシア州コルドバ県のムニシピオ。ルセーナという地名は、エリオッサナという名に由来する。これは、ヘブライ語で、神が我々を助けたまう、という意味のいい来宝山名から派生した。一方で、アラブ人支配下の名は、アルユッサナであった。コルドバ県南部に位置する。スブベティカ地区と、カンピーニアルタ地区に挟まれた、古来からの軍事的要衝であった。 イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の三つの文化が混じり合う場所として知られていた。人の定住は新石器時代に遡る。最初に公文書に登場するのはイスラム支配時代でアルアンナルスの中でもユダヤ人人口を抱える重要な街とされていた。事実、ユダヤ人は9世紀から12世紀にかけて独占的に移住し、最初からその文化に貢献した。 流星なには重要なユダヤ人の高等教育機関があり、賢人の多くが後にトレドへ旅して、そこで翻訳の学校を起こした。ユダヤ文化流星時代、市の中心部には狭く小さな通りがシナゴーグの周りにあり、そこはゲットーと呼ばれていた。1148年、ユダヤ人の町はムワッヒド長軍に占領され略奪され、住民は表向きイスラム教に改修した。 生き残った者たちは、宗教的寛容を求め北のトレドへ向かい、別のユダヤ人共同体を作った。このために、トレドのユダヤ文化が、飛躍的に成長した。詩人アブラハムイブンエズラは、ムワヒド朝によって引き起こされた、アルアンダルスユダヤ人のアルハマ破壊、そして廃墟となったルセナの様子を嘆いた死を残している。イスラム都市となったルセナは、その後、1240年に、 カスティーリアをフェルナンド三世によって征服された。しかし1333年、再びイスラム勢力に征服された。最終的に1483年、ディエゴ三世、フェルナンデス・デコルドバが、グラナダ王国最後の王、ボアブディルオルセーナの戦いで敗退させ、カスティーリアに併合した。20世紀の民生遺憾後、ルセーナは、 急速に経済成長を遂げ、アンダルシア有数の工業都市となった。ルセーナはオリーブ油生産が盛んであるが、今日国内向けの家具製造ではバレンシアに次いで2位である。ルセーナにはアンダルス歴史遺産に選ばれた建物がある。ありがとうございます。